新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、県は今日対策本部会議を開き、県の緊急対処措置を大阪府などの緊急事態宣言に合わせて来月12日まで延長することを明らかにしました。対策本部会議で新井知事は、奈良県のようなベッドタウン的な地域では緊急事態宣言などの効果は明確ではないという見解を改めて示し、県の対処措置を延長する方針を明らかにしました。これはワクチンだからずっと抑えられているのかなと、推察できる。だから奈良ももう緊急事態宣言よりもワクチン一生懸命やろうと。一方で、急激な感染拡大の要因である感染力の強いデルタ株について、今月9日から15日までの県の検査の結果、およそ8割がデルタ株の疑いがあることを明らかにし、細心の注意を呼びかけました。また、軽症・中等症患者向けで入院や死亡リスクを減らす効果が確認されている抗体カクテル療法の薬を宿泊療養施設の入所者に投与することに前向きな考えを示しました。宿泊療養の機能充実ということ、アメニティ向上ということは大事なことだ。宿泊療養での、例えば抗体カクテルの機能充実ということは、ぜひやりたいというふうに思っています。そして、対処措置の内容の強化策として、感染防止対策に取り組む飲食店を支援する認証制度を広めるため、商店街や大規模なショッピングセンターなどの飲食店を対象に、認証取得を促すチームの編成などを挙げました。